いやちょいライドナイツで今日もやっていくんですけど、今日はね、はい、どんと、7000到達しましたってことですね、7000に行ったんですけど、行った時はね、35位ぐらいだったんですね。そう、なんだけど、今ね、ちょっと順位下がっちゃったんですけど、まあそんな感じでね、結構ね、ゴリゴリゴリってね、トロが上がってったんでね、そのリプレイ解説ですね。で、皆さんお待たせしました。リップ解説なんですけど、今日の動画はね、29クロスと26ホグ、このね、勝ち方をね、解説したいなと思ってます。で、ラバなんですけどね、今ね、流行ってるのが、ラバもね、解説したいなと思ったんですけど、今流行っているのが、この、どこだこのファイボラバなんですよ。このゴボウリタテス系、メガゴー、ザファイザップの、パイオラバなんですけど、正直これ勝てないです、これは。うん。で、ただ、ラババルーンとかってなってくると、逆にね、そのリプレイをね、あれば見せたいんですけど、ないんですけどね、6700体ぐらいでめちゃくちゃラババル引いて、けど、多分5回当たって4回勝ったぐらいかな。だったんで、多分ね、ラババル相性いいんですよね。そう。なんですけど、ちょっとね、リプレイがないので、まあね、そこら辺をね、ちょっと解説していこうかなと思います。で、26クロスとね、29クロスと26ホグがね、多すぎて、結構多いんですよ。うん。多すぎてってことではないけど、多かったんで、勝ち方がね、だんだん分かってくるんですよね。そう。なんで、そこら辺をね、解説していければなと思います。ってことですね。で、最初に言っておくのが、このおやすって人と、このウェンですね。ウェンは、海外のね、フナティック、ん?違う。それフェイか?ウェンは、あれだ、クリームイースポーツっていうところの、確かね、プロゲーマーなんですけど、プロ選手ですね。なんですけど、この人はね、めちゃくちゃ上手い人です。で、この人と、あと、このおやすっていう人はね、26めちゃくちゃ上手い人なんですけど、引き分けましたね。うん、正直。ただ、どっちも、もうちょいワンチャン勝てんじゃねみたいな感じだったんですけど、そこはね、引き分けリップなんで、多分、なんだろう、本当に実力が、ちょっと相手の方が上手くても引き分けられたり、まあ同じでもね、このくらいそのなんだろう、相手の手札がこうだとか、ああだとか考えられたら、多分引き分けぐらいですね。で、戦った感じ、立ち回りさえ分かっちゃえば相性悪くないんですよ。だから、この動画を、見た人、今日から、あなたは、26ホグと29クロスに相性いいです。はい、ありがとうございます。ということで、まず、26ホグかなから解説していこうかなと思います。美味しいっす、言うてな。はい、ってことでね、やっていきたいと思うんですけど、基本的には、まあ、みかんさんにね、俺、立ち回り教えてもらったんですけど、2倍までは待ちます。はい。なんで、待つっていうのも、ガン待ち、何も出さないんでガン待ちするんじゃなくて、なんだろう、耐えるっていうか、なんだろうな、まあ、言うのとか、そう、ここら辺でね、言うのとか、まあ、雪玉とかで、なるべく保護を抑える。で、2倍になったら、保護を1回守ってからペッカ展開して、そこからね、ゴリッと、折っていく感じになります。マジアチャ展開ですね。で、このマジアチャ意味があって、まあ、絶対にマジアチャは、削られてない方のサイドに出してください。で、そうすると、絶対に5を打たれるんですよ。そう、絶対マジアチャには5を打たれるんで、ここは、そうやってね、削られてないサイドに打ってください。はい。ってことで、5を打たしてからが、もうこのね、ペッカのまあ、真骨頂みたいな感じなんですけど、で、適当にね、5を打たせることによって、エレキがね、好き放題、ケツから出せるんですよ。そうそうそう。なんで、こうやってね、コースとか抜いてきて、ファーンって出して、で、エレキとかね、ジャギーンって、まあ、ここはペッカいいですね。はい。早い。早いから、ノーダメ。はい、ありがとうございます。もうペッカをね、早めにあの位置に出すとノーダメできるんでね、ぜひやってみてください。ってことですね。はい、これでね、逆サイを防いで、まあ、アイゴレでやることは分かってたんでね。まあ、これで、内側に寄せて、まあ、これは別にやんなくてもいいですね。序盤だったら。ちょっとシャシャっちゃったかなって感じなんですけど。まあ、成功したらね、たまに大ダメージ入るんで。でもこれはね、ちょっとマスク残ってね、汗かいたよね、正直。でもここは待って、もし同時にホグとマスクを同時に投げてきたら、まあエレキでね、同時にズシャンしちゃえばいいかなと思ったけど。で、この U のね、受けてくるタイミングでホグ飛ばしていくんですよ、うまい。で、これでエレキがちょっとまあ遅かったんで、確か2発食らっちゃったかな。一発で済んだ。済んでます。早いですね、俺の反応の方が早かったと。はい。という感じで、まあ、とりあえずね、今、アイゴレがないんで、で、アイゴレがないときに、ゴースト、めちゃくちゃ刺さり良くて、で、これね、ファイボで守られるんですけど、スケとアイゴレがないときは、一番刺さりがいいです。まあね、大砲か、アイスピだけだと絶対受けれないんで、大砲で受けるしかないんですよね。そう。で、スケ、ウッドなら、ゴースト完封できるんですけど、スケ、アイスピでも完封できます。ただ、スケとアイゴレがないと、ゴースト完封が大砲か、ホグで、ツールぐらいしかね、なくなるので、
スケとアイゴレがないときに打つのが大事ですね。こうやってファイブを出してから、ケツからマジャチをね、こうやって展開する。こうすることによって、だとユーのダッシュと、ユーのダッシュとユーの通常攻撃とペッカーとタワーのダメージでね、方が完封できるんで、こういう感じでね、ゴーストファーンって流してあげて、はい。で、マスキにはポイズンですね。これは徹底。で、一回ステイですね。ここは足さず、あ、足してる足していく。まあまあまあ、ここはね、大砲がね、回ってないから、いけるかなと思ったんですけど、回ってましたね。はい。で、もう一回ね、こういう時に、ユーノとかをね、後ろから展開していきます。よいしょと。はい。で、これ迷うよ。エレキ。で、まあ、エレキに5打たれちゃってもいいですね。正直。うん。で、そしたら、ケツゴーストして、からのケツマジャシャですね。もう5打たれちゃったんでね。ケツマジャシャし放題なんで。はい。で、これはペッカ。ジャキンと。まあ、構えてたんでね。これで、完封していく。もう、これね、一発もね、許さないスタイルがね、めちゃくちゃ大事なんですよね。そう。で、はい、ファイボが来る、2周目が来る、バーンと、はい、釣れない位置だから出す。で、とりあえずね、適当にやることないんで、ポーズ打つ。で、マスキがね、来るんで、おっと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 、っていうことで、まあ、ただ、アイゴレをね、防衛で出してるんで、このね、アイゴレを蓋されないんですよ。そう。なんで、ここは、と、まあ、じゃあちょっと、雪玉。はい。完封かな完封かな完封じゃないはい、ありがとうございます。ってことでね、まあ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 、こんな感じでね。まあ、だんだんちょいちょい食らっていくんですけど、言うてもね、片方のサイド、2000ダメージ与えてます。で、これ、スケートもう1枚出るかなと思って、ケツペッカしたんですけど、出なかったと。いう感じで、まあ、ほぼ守ってから、基本的にケツペッカですね。で、ケツペッカするのもポイントがあって、逆サイアゴレフォグが来るんですよ。その時に、ゴーストとかエレキとか、そういう範囲攻撃だけで守れるようにしたい。で、逆に、ケツペッカした時に逆サイアゴレフォグ来て、エレキとかゴーストとか雪玉がね、ない時に、ユーノとマジェチャしかないとかだと、火力が足りないんで、アイゴレ溶かして終わりになっちゃうんですよね。で、ホグが3、4発入って、ファイボで削られて GG になっちゃうんで、絶対に2発以内で抑えられるコンビネーションを用意して、からのケツペッカーですね。はい。な感じで、まあ、こんな感じでね、エレキをね、バーンしていって、はい。まあ、一発で抑えると。まあ、アイゴレホグももう一発で抑える。で、カウンターですね。カウンターユーノ。で、ここは、工場出し、はい。はい。こっちだし、ポイズン打ち。ただ全然まだまだ。まだまだですね。はい。で、ゴーストだし。で、このギリギリまで待って雪玉。んー、ファーン、うまい。うまいですね。で、一発。ゴーストと雪玉で一発で抑える。で、これワンチャン入んねえかなと思ったんだけど、入んねえな。で、ここは、ケツペッカかな。うん。左に。お、言うの出した。これ、マジャシかな。うん。橋渡るまで準備って感じですね。で、ケツエレキして、よいしょ。で、ペッカですね。ジャギンと。いう感じで、ここも完封です。よいしょ。はい、ありがとうございます。まあ、マルタンダメージがちょっと痛いって感じなんですけど。で、これポイント。ペッカの、ペッカエレキの形が組んでるときに、ペッカが橋渡る寸前に、ペッカの前にゴーストを出すんですよね。そう。で、ゴースト隠れてるんで、タギはペッカに行くけど、ゴーストがね、ペッカに出してきたアイゴレとかスケをゴーストが溶かしてくれるんで、これマジで、絶対ペッカ工場使いの上位のプレイヤーがやってるんで、これは絶対必須っすね。必須。これはやりたい。持ってたらやりたい。はい。で、ゴースト出し、ふわーんと、いう感じで、よいしょ、よいしょと。バーンと。まあ、ここはね、ポイズン、美味しいポイントなんでね。これで、ファンと飛びます。はい。で、これは雪。でもこれでね、めちゃくちゃね、ダメージ入っちゃってるんでね。で、これで、ゴーストとか、言うの足し、もうポイズン回るまで待つと。いう感じで、で、ここ、フグ来てね、ちょっと、ね、若干焦ったんですけどね。まあ、バーンとエレキを飛ばしてあげて、はい。で、まあ、これがゴーストはもう入ると。まあ、入んなくてもね、言うてこれはファイボで落ちなくて、今、ウッド打った後なんで、もう、右にね、ポイズン打っちゃえば勝ちだったんで、まあ、言うてね、別にもう、なんなら 2-0 で勝ったまである、ね。今、ポイズン打てば右落ちたんで、2-0 です、これは。はい、ってな感じでね、解説していったんですけど、26ホグ。実はね、多分、ファブもジャックも言ってたらしいんですけど、基本ケンツとあってね、いろいろ話してたんですけど、このペッカには、若干、なんかちょっときついらしいですね、なんなら。だから、ここまで上に来ると、ちょっときついけど、多分、もうちょっとトロが下になってきて、まだね、手札とか完全にわかんないよとか、ケツペッカのタイミングわかんないよって感じだと、多分、その、ホグの方が相性いいんですけど、今この動画を見た人はもう、上手くなったんで、もう相性いいです。ありがとうございます。ということで、2級クロス行きたいと思います。はい。ですね。2級クロスちょっとね、展開遅いんで2倍にしていきます。
超引き分け寸前まで行った気がするんだよな。うん。で、最初に、まずこれも、ホグと結構同じなんですけど、まあ、アイゴレと、ツケがないときは、積極的にゴーストをぶん投げていきたいですね。はい。で、こうやってマジアチャとかね、ファン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 貫いていき、とりあえずステイですね。で、クロスの上手い人って、まあ、いっか。これ流していくんですけど、あのね、ユニットは、こうやってケツから出るタイミングに合わせて、セミクロスと逆線にジャキって立てるんですよ。そう。もうエリクサーハークはすごくて、だから、本当にね、上手いんですよね。こうやって、ゴースト。で、クロスの防衛って、ペッカで守るときに2種類あって、端前ペッカで守るときと、これ端前ですね。うん。クロスが、あ、クロスじゃない、テスラがないんで。で、これバーンって雪玉出して、たぶん、って感じだったんですけど、はい。で、これはマジアチャで処理してあげて、結構ゴーストが入ってるんでね。おいしょおいしょおいしょ。んな入らないと。こんなね、こんな5でノックバックしてるゴーストをちゃんとね、つけて囲むっていうこの技術。恐ろしい。これ、ペッカ出して、で、端前この形がめちゃくちゃ強い。ペッカエレキ。なぜなら、ペッカに対して、出してきたスケとかを、クロスにダメージを与えながら1体殺してくれるんですよ。それと、マジアチャと違ってエレキは5ウッドじゃないと死なないんで、こっちにエレキを消すために先に肋骨出さないといけないですね。で、肋骨出すと、そのアーチャーとかが出せなくなるんで、あれなんですよね。そのペッカー、別になんだろう、肋骨出して、ペッカーを防いで、スケそのターン、その間に、スケとかでね、クロス延命したとて、もう、アイゴレとかしかなくなって、それがエリ的に5ウッド出して、6エリで出せないので、まあまあまあ、この、いい感じに決まると。まあそうですね。こんな感じですね。はい。ここはいい。もう一回、これ出していき、ゴーストですね。で、マジャチャ。はい。マジャチャ5打たれちゃうんでね。まあ、打たれちゃっていいっすね。はい。なんで、これで、アイゴレ切ったんで、ユーノ。で、ユーノを出すと、1コストプラス何かしらが出てくるんでね。そこはポイズンですね。うん。安牌に。まあ、正直、マルチは負けなければいいんで、もうこうやってね、ちゃんと攻め急がずに、チェキンと。で、このクロス、なんで今低めに出したかっていうと、防衛クロスがちょっと残ってたんですよ。で、今、端前に出すと、防衛クロス、ジュと、端前テスラとアーチャーでね、ギャンギャンに飛ばされちゃうんですよね。そう、だから、一回、そのクロスが消えるまで、低めで打てます。はい。で、ここはね、ゴースト出して、マジアチャ出して、で、このマジアチャを今真ん中に出したじゃないですか。で、真ん中にマジアチャ出すと、相手は絶対ファイブ打ってくるんで、その時に、ペッカの後ろにエルキをつける。これですね。はい。って感じで、OK。で、これはもう、端前、ラインガインして、いや、痛いって言ってるんですけど。で、これで、マジアチャ、この角度。もうアイゴレで延命してくるの分かってたんでね。マジアチャこんなこと。一回もう救われました、これで。で、バシバシに攻めていく。マジアチャの前に何かしらつけとけばね、相手打ってほしいと思うんでね。よいしょ。で、エリキをしていき、雪玉で守り、ポイズン。はい。で、もう一回、もうリセットですね。リセット。もう一回始めから。まあ、ペッカをね、出していきます。まあ、ここまで削られていると、逆サイのクロス側からすると、逆サイドのね、タワーを、なんだろう、3000削り切るって結構ハードル高いんですよね。で、しかも、セミクロスそれが守られると、どっちのサイドもね、バチコリカウンターが来て、結構ね、カウンター守れなくて渋めになるんで、ですけど、立ててきました。けどね、うまかったですね、この防衛が。え、そんな守んのみたいな。やばいってなって、マジアチャと、ユーノですね。痛いって感じなんですけど、これやばいよね。で、ケツ工場だし、はい。で、まあ、エレキを出す。で、そんな感じですね。もうこうやって安牌行動。で、ここで5打ってきたんですよ、相手が。もうね、ああ、もう許せねえと思って。もう5打ってきたってことはね、もうこのエレキとか、まあ、マジアチャでもう殺せないってことなんで、これで、マジアチャ出します。よいしょ。はい。貫きマン。貫くよって感じで、こうやって、はい、じじーって感じでね、このね、もう煽っちゃったんですけれども、まあ、こんな感じで、クロスは、基本的に後ろから3コストをいっぱい出す。で、マジアチャ削られてないサイドに、まあ、これはホグと同じなんですけど、マジアチャとかエレキを削られてないサイドに出して5を打たせてから、マジアチャエレキその打たれてない方どっちかを生かすっていう感じですね。今のは実質引き分けだったんですけど、まあ、引き分けなら全然ね、いいんですけど、まあ、相手がね、攻め急いだ感じでね、ワンチャン5ウッドで終わりだったんで、ワンチャン5ウッドくんないかなと思って、ホーストを出したんですけど、そしたら打ってきたんでね、フルパワーですね。やっぱりエレキとマジアチャどっちも生きてると絶対に攻撃は止まらないですね。相手は細かい系なんでね。ってことで、ラスト、ペッカ反撃ですね。どれかな
どれかな、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 どれか。リップにあげた気がするわ。これだ、これです。はいはい、ということですね。ペッカー撃解説していきたいと思うんですけど、ペッカー撃ですね、これね、あれなんですよ。強い強い、めちゃくちゃ今ね強くてね流行ってます、ペッカー撃なんですけど、基本的にはペッカーと迫撃以外にゴーストで受けれるカードが穴掘りしかないですね。うん、やっぱギャングとかやりゴブだとね、あの抑えらんないんで、とりあえずゴーストが結構キーカードになってて、あのペッカと迫撃を攻撃に使った時は逆サイドにポーンってゴースト投げてあげると結構ダメージ入るよって感じですね。で、序盤はもうこうやってバンバンマジャチャで稼ぎに行っちゃっていいですね。エリアと取られない程度に、うん、はい。で、工場を出していき、何でいけんのかなーっていう感じなんですけど、まあ、ここはねこうやって雪玉ファーン打ってあげて、はい、ここは迫撃できると。で、ここなんですけど、ユウのね、もう出すの遅れて、てか、タギを取られちゃったんですよ。ここでね、迫撃確か3発ぐらい食らうんですよね、これ。くっそいて。3発。このミスだけで3発食らいました、迫撃を。いていて、900ですね。食らいすぎ。顔おはよう。はい、という感じで、これもね、またゴースト受けてあげると、相手はね、ペッカとかでしか受けれなくなるんですよね。そう。なんでね、それがね、くっそ鬱陶しいと思うんですけど、こう、アンチン逆サイコージュ投げてよかったな。ちょっと甘かったですね。で、まあ、ケツペッカでね、アンパイ受けてあげて、はい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 、という感じで、これ逆サイコージュでいけます。で、そうすると、相手はね、左のサイドにエリクサを割かなきゃいけなくなるんですよね。なんで、結構ね、こうやってやりゴブとかで受けるけど、ガインも入るし、このね、ババが、やりゴブを削り、からのタワー殴り。はい。って感じで、これがね、多分ペッカ残ると思ってコウモリ出したんですけど、まあまあ、ミリ残りしただけで、ね、あいつ射程長いから一発殴っちゃうんだよ。はい、ってな感じで、ここは、ね、マジャチャをね、左の高めに出します。どうせ穴掘り来るだろうと思ったけど、攻撃に活かしたかったんでね、マジャチャをこうやって出して、ディガーは許容ですね。で、こうやって、迫撃を出してきて、迫撃とね、ディガーを出してきたんで、ケツペッカですね、右に。迫撃とディガーを出して、相手はね、攻撃できなくて、ケツペッカを合わせるしかないみたいな感じですね。はい。で、工場を出して、これ、ポイズン打ったかな、足元に。どうせね、迫撃と、その、ペッカがない時って、絶対細かいカードしか来ないんですよ。そう、なんで、足元にポイズンしましたね。はい。って感じで、これでね、まあ、言うて飛ばされちゃうんですけど、この後ですね、はい、こうやってね、結構強めっていうか、固めのカードしかないんですよね。そう、だから、リガーを出すしかなくて、こうやってマジ足でぶち抜きまくって、はい。で、こっちにはエリキをつけて連盟してあげるって感じですね。ファンと。はい。ファン。はい、ありがとうございます。で、こっちをゴーストパーンって投げて、こっちはね、右サイドは、ペッカーを出さないと守れない。で、左サイドはゴーストを守らなきゃいけないっていう、そういう形を作ってます。で、これもうまかったんですよね。ギャングで2回受けしてくる。これマジうまかった。これ一発抑えられちゃうんですよね。でもこれは迫撃で受ける。はい、迫撃じゃない、ペッカー。で、このディガーなんですけど、うまくて、下に下げて迫撃のハイダメージを入れて、なおかつディガーでね、タワーを削るっていうね、もうね、必殺技みたいにしてきたんですけど、これで多分ね、リガ、迫撃がね、入っちゃうんですよね。一発。ワンチャン二発。ただこのマジアチャ、逆サイドに、今、また迫撃と、ペッカを攻撃で使ったんで、逆サイドに工場マジアチャをして、まあ、どうせ細けいの組んだろうっていうマジアチャですね。で、はい、どうせ来ましたね。って感じで、こうやってね、ファン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 していき、ポイズン。はい、ポイズンで GG という感じで、まあ、頑張ってね、ペッカにペッカを当てれるようにしたいんですけど、先にね、ペッカを出すと、相手のね、陣地に行った時に、ペッカが殴り合う時にね、ギャングでペッカを延命されて、そのペッカがフルでね、来て、迫撃立てられてディガ倒されてみたいな、この地獄になっちゃうね。結構その時に、ギャングとかね、ディガを咲かせるための逆サイゴーストを探偵パーンって投げるのが大事ですね。もう適当にパーンって投げとけば、結構ね、いい感じなんで。はい。で、こうですね。はい、やっていったんですけど、まあ、今日はね、結構いいリプレイを解説できたんじゃないかなと思いますね。まあ、また、まあ、本当に実力が同じ相手だったら、やっぱ引き分けちゃうんですけど、ホグも、クロスも、こういう感じでね、引き分けちゃうんですけど、まあ、結構ね、自分のレベルも上がってきたなってね、実感できたし、まあ、明日のね、試合に向けて結構バキバキにね、みんな仕上がってて、ラッドドミカンさんも展開してたんですよね。まあ、手元のことはちょっと、みたいなのがあるんですけど、まあ、そんな感じでね、今動画撮ってるけど、俺一番奥の部屋なんで、Wi-Fi がちょっとなんか電波悪いなみたいな感じで、窓開けてたんですよ。窓っていうかドア。
なんか気持ちだけなんかちょっと電波良くなりそうなんで、そしたら天国に聞かれてました。テートロチンパンって言ったの聞かれてましたね。はい、ということで、ね、まあね、また明日試合がついにクララリーガーじゃね、開幕するんですかね。ぜひね、まあみんなバキバキに仕上がってね、楽しみにしていただければなと思います。ということで、ね、夏休み期間なんで、日本投稿やってたんですけどね、いよいよもうリーグ始まるんで、多分1日できて1本投稿かなと。まあワンチャンちょっと休んじゃったりするのかなっていう感じなんですけど、まあ、前シーズンよりはね、できるだけ結構、その中、生活にもやっぱ、なんだろう、いいポノスのね、人たちがいい家を用意してくれて、結構ね、余裕とかもね、できてきたんでね、まあそこら辺も、おなんか開けれる。じゃあこれ開けてもらおうかな。はいはいはい。もう右だけロワイヤルだったから、トイトン来たー。あと1枚よいしょ。もうトークンがね言うていっぱいあるんで、ね、もう乾燥してるみたいなのがあるんですけど、まあそんな感じでね、もうみんな仕上がってるんで、ね、応援よろしくお願いしますってことで、あとはね、何だっけ、それだ。あと毎日動画頑張るんで、高評価チャンネル登録よろしくお願いしますってことで、今日のエンドもあります。バイバイ。